Olga whine. She's like, stop it. It's disturbing, Father. Father. Oh, here we go. Konnichiwa. Mr. Sakurai. Director, Sora no Sakurai desu.何々の使い方シリーズ、前回のセフィロスまでしっかりご覧になられている方は、この周りを見て、おやと思われるかもしれませんが、the picture in the background? 今回、私の家での一人収録に戻っています。前回はスタジオだったんですけどね。新型コロナウイルスの影響で、収録時現在、日本には緊急事態宣言が出ています。日本での1日あたりの新規感染者数はおよそ6000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかはお住まいの地域や国によって異なるかもしれません。しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。Mm-hmm. スタジオに人が集められなくなったため一人収録に戻ったということです。I honestly think he probably prefers it that way. 笑いを返してくれる人もいないという。We're here to laugh at your joke, Sakurai. 仕事は完全テレワークですが、ますます人との接触がなくなりましたね。ともあれ、頑張っていきたいと思います。Yeah, I think making the game is frustrating for him being at home, but besides that, oh wow, we're just going right into it. スイッチが出た年である2017年に発売された作品 RPG です。亜種生命体であるブレイドと、それと対になるドライバーがいる世界。ブレードであるホムラと、そのドライバーになったレックスを中心に進むお話です。See, I had no idea. I've never played Xenoblade. わかれば奥が深く、また独創性あふれる世界が山ほど楽しめることと思います。制作はモノリスソフトさん。広大な地形を誇るゼノブレード2の開発当時、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのお手伝いもしていたはずで、どのようなものなのだろうと疑問に思える仕事量ですね。そしてホムラは、天の聖杯と呼ばれる伝説のブレイド。真に殺されたレックスに命の半分を分け与え、世界樹の上にあるという学園を目指します。So is this kind of like Soul Eater, where people are weapons and they have like masters or drivers, I guess you could say? こちらがオリジナルで、ホムラは後から形成されたものです。Oh. 設定からすでに気になる要素満載ですが、詳しくは原作の本編で。簡単に言えばホムラとヒカリは、デレとツンですね。どっちがいいの？ Okay. どっちなの？はい、これから私が直接操作しつつ解説します。ゼノブレード2のコントローラーなんです。すごいですね。例によって、awesome. 開発中のものなので見た目やバランスが変わるかもしれないです。Oh, so、カメラは He's gonna sound like it's not gonna be out today. また今回のプレゼンはキャラクターボイスを日本語音声で統一します。海外では英語ボイスが実装されますので、ここもご了承ください。今回は先にステージ紹介をしておきます。Is the stage gonna be lame? Oh wait, we already saw what the stage is gonna be. Yeah, it is lame. ゼノブレード2の世界アルストは大半が雲海に沈んでいて、巨神獣と書く巨大な神のしもべ、アルスの上で暮らしている世界です。It's a moving stage with a moving background. ジッチャンコと青龍の背中の上をモチーフにしています。Interesting concept, but as far as stage goes, it's nothing crazy. 本編では青龍の背中は大きく変わることとなります。青龍が雲海を進むのですが、遠景には劇中にも出てくるアルスが登場します。アルスは土地や地方でもあります。アバリティア紹介。ここは土地というより船ですね。ついてきているのは渦潮。None of these words mean anything to me. グーラ寮は自然豊かで基本的な冒険を感じられるところ。インビディア。アルスの体内に広大な土地を持つ自然主義の列王国。スペルビア。スペルビア帝国は This is all the stuff that goes on in the background of the stage. ルクスリア。ルクスリア王国は多くが寒冷地の試される土地。アーケディア、法王朝があり、マルベーニが務めています。今、アルスのダイジェストが出たと思いますけど、こういうのも私がこの場で撮影しています。背景色の変化も原作合わせ、原作登場順に並べており、懐かしく感じる人が多いのでは。
No, 参戦ムービーにあったように旅の仲間がゲストとして登場します。必ずドライバーとブレイドがついになって登場します。ニアとビャッコ、グーラ出身のドライバーとは、okay. So yeah, the driver and Blade is like Demon Soul. JS はジェットスパークモードの略です。この意味なんてない。 Soul Eater。 メレフとカグツチ、スペルビア帝国の炎の貴公子。ジークとサイカ、ジーク B アルティメットゲーム、いわゆる中二病満載の人ですね。ステージは青龍の気まぐれが大きな特徴です。首の上げ下げによって起伏が生じたり、背景にアルスが出るとそちらによそ見をして地形の広さが変わってしまうこともあります。 OK。 復帰しようとしている時に振り向かれたりすると、助かるものも助からないことがあるんですね。ジッチャーンって思わず言っちゃう。よく見ると振り向き前に首を振ったり、汽笛が鳴ったり、風車の回転が速くなるなどの予兆があります。Okay, so、there's a good tell. レックスの家も閉じてますね。なお、戦場ステージ、終点ステージはこんな形になります。じっちゃんで無理やり戦場化すると、ニコゴリのようになりかねないので、こういうオリジナルの台を作っています。Jelly. ゲーム中にあんまり見ることができないでしょうから、下の方も見せておきますね。エンジンみたいなのついていたりして。I see.天板にはこんな感じに模様が入っています。次にファイターのご説明です。 There we go. Here we go. Here we go. DLC number 9, Pyra and Mithra. ホムラと光がファイターです。なんと主人公であるはずのレックスがファイターではありません。俺が参戦するんじゃないの。They're gonna keep using that trope. I love it. 企画段階ではレックスとホムラ光が2人セットで動いて共闘することを考えましたが、だけどこのゲームアイスクライマーのようなシンプルなものでやっと2人動かせるんですよね。このぐらいが限界です。 okay. 8人対戦なら16人表示になりますね。アイスクライマーもかなり切り詰めてやっと動くのに、ホムラと光はファイターの中では最も複雑なデザインなのでは。見てください、この画数の差。デザインについてはかなりいい造形になっているとは思いますが、原作と少し異なるところがあります。ホムラはここが異なります。ストッキング時になっているところ、ギリギリ通るものにしようと何回も何回も作り直して、そう、everyone's mad at her smash design being too revealing. It's not even close. 光は多人数戦闘用衣装光のコスチュームになっています。これはかつて本作のスピリッツにおいて新たに書き起こしていただいたデザインです。They wanted to make at least some things a little bit appropriate. 実は逆色的にゼノブレード2本編でも使うことができます。I didn't know anything, so I don't even know what I'm saying. I didn't know that. スマブラデラックスにおけるゼルダシークのように下必殺技でいつでも切り替えることができます。Alright, down B. ホムラと光どちらを先行させるのかはファイター選択画面で Y ボタンを押すことで切り替えることができます。次にカラーバリエーションについて、実質2人なのでカラーバリエーションも 2×8 で16種類あります。サクラ、You mad man。 セットになっているので自由に組み合わせられるというわけではないのですが、バリエーションが多くより楽しめることと思います。 He said, boy, do I got some outfits for you。 3P はホムラ風光と光風ホムラ、原作にもありました。4P は猫耳パーカーイメージのホムラとニアイメージの光。5P はダークカラー。ミラクルにしてみます。6P はトリコロール。旅客機のような爽やかな。I think these are the best looking character designs that we've gotten so far. 7P はリアルタイプというとなんだけど、色合いを極端にしてみた版。8P はゴールド&シルバー、プラチナでもか。特に 3P は相手を惑わす戦略に使えるかもしれないですね。ただ 3P に限らず色が違えば紛らわしくはなるのだけど、下のインフォを見ればお顔がバレバレであるということはお伝えしておきます。He's like, don't worry, guys. 2社の違いは、簡単に言えばパワー型のホムラと、スピード型の光ということになります。 I love it. That's a good differentiating factor. 運動性能はこれぐらい異なります。Holy shit. 普通の歩きもやっぱり光の方が速い。
ジャンプのスピードなんかもだいぶ光の方が速いと言えますね。同じ時間だったら回数繰り返します。 step. さらに個別の特徴を増す特殊性能があります。ホムラはフレアスマッシュ、もともとパワー型ですが横スマッシュ攻撃が格別に強くなっています。ダメージも大きいしよく吹っ飛ぶ。 That's scary. 当然スキルは大きいですが他人数ランクでラッキーパンチを狙ってブンブン振るのも良いのでは。 Oh my god。 光は因果率予測、回避の出来は本来ならダメージを受けるタイミングで因果率予測を発動させダメージ軽減とわずかなスロー効果が得られる技です。 So it's like which time but also 純粋に回避が優遇されて、boy oh boy、 ことができます。こうしたらもう好きだらけというベヨネッタのバッドウィズインと似てますね。次に通常技の説明です。ゼルダシークと異なり通常技の対実は概ね同じです。がここでもスピードとパワーが異なります。同じ技を使った場合光の方が素早く出るしコマラの方が威力が高いです。リーチはコマラの方が少し長い傾向ありますかね。比較してみると技のスピードはかなり異なります、ね。Yeah, that's a lot different. 光を使うでしょうなんて思うかもしれませんが、蓄積ダメージに注目してください。同じ技でも威力はこんなにも違います。It's almost double. It's more than double. とか思うかもしれません。攻撃力アップの比率が決まってるわけではなくて、各技ごとに設定されています。This could be some very strategic gameplay that you can do with this character. 戦力や戦法、相手の対応力によります。This is actually really exciting. 少々押し付けてれば強いし、短所を疲れると弱い。ただ、ずっとチェンジしていなくてもデメリットはないので、同じ方を使い続けるというのも立派な戦力です。He's saying that they're so balanced. 弱攻撃は単発で止めるとアッパースイング、連打で100列。ほぼ全ての技がそうですが、ホムラは炎、光は光のイメージを持っています。光が光とな。ダッシュ攻撃、光は素早さで間合いを詰めやすく。ホムラはそのパワーで撃墜をも狙います。Oh. 強攻撃、光のスピードは連打もでき、牽制やお手玉に向きます。ホムラのパワーはダメージソースになりますね。特に光の強攻撃下は相手や蓄積ダメージ次第ですがかなり多くの技がつながりそうです。そしてスマッシュ攻撃、This is gonna be an annoying character to face up against. I'm telling you right now. 攻撃は格別です。製品版では調整されるかもしれませんが、同じ体力でも、これぐらいのランスがあります。Because he knows people are going to be complaining about it. 20% からの撃墜もできるかもしれません。 20%? そう簡単に食らわれてないんですか。 Okay, alright. 隙は非常にでかいので気をつけましょう。 It's tease. 食らわないのかい。 じゃあやりますやります。 はい、撃墜。 上スマッシュ攻撃は光は連続ヒット、ホムラはだいたい一撃とか単発気味に当たる違いがあります。どちらも前からヒットすることができます。下スマッシュ攻撃は左右同時攻撃、やはり攻撃速度には大きな差がありますね。通常空中攻撃もホムラは単発、光は連続ヒットという差がありますね。吹っ飛んだ後のコンボのしやすさなんかも随分異なってくると思います。前空中、後ろ空中、上空中と空中制御にも大きな差がありますから、攻撃の当てやすさなどは光が勝ることと思います。ただやっぱり威力が違います。手数で勝ってもダメージで負けることは少なくないでしょうね。次に下空中攻撃、下空中攻撃はホムラにだけメテオがあります。威力で当てやすいですが、okay. soHers can meteor, but Mithra's can't. 崖外への追撃は光の方が速いので追撃しやすいという考え方もありますし、ホムラの方がより The plays are gonna be so crazy. I can already picture Mr. Danish Butter Cookies doing some crazy stuff. 掴みにも事実上の落差があります。光
の方が素早いため前を詰めて掴みやすいですね。外れても素早ければリスクを抑えられることでしょう。反面威力はホムラの方が大きいです。前投げ、This music, though. 後ろ投げ、上投げ、そして下投げ、それぞれ用途に合わせて使い分けていくと良いと思います。特に下投げはどちらでもコンボしやすいですかね。次に必殺技の説明です。Already special time. 通常、横、上必殺技の3種ずつ、ホムラと光で6通りです。それぞれ原作の必殺技をモチーフにしています。原作の映像を含めながら交互にご紹介したいと思います。ホムラの通常必殺技フレームノバ、剣を周囲に回転させる技です。こちらがスマブラ版、ボタンを長押しして貯めると回転数と威力が上がります。左右同時攻撃なので本戦にも強いし、いわゆる攻撃しやすいです。そしてしっかり貯めれば相手を撃墜できるほどに威力が上がります。ジャンプして貯めながら近づくのも有効です。なお貯めをキャンセルしたり保持することはできません。出せば必ず出てしまう。地上でもごくわずかに左右移動できます。これはおまけ程度ではありますが、シールドされたら相手から少しでも離れることをお勧めします。光の通常必殺技はライトニングバスター、連続で斬撃を繰り出します。スマブラ版は同じように長押しして貯められる連続斬撃です。It's even bigger than top. 前方に集中した攻撃だ。Okay, it only hits in front of you, though. また貯めることでリーチが伸びます。That's like Seth Rollins' point. 斬撃が1回増えます。これ通常。これ最大。一応無敵も生じます。バランス調整中なのでどれだけ有効なのかはまだ未知数ですけどね。ホムラの横必殺技ブレイズエンド。It doesn't seem like she's all the way finished. Seems like they're still tweaking stuff out. So we're probably not going to get this character until like the end of March. スマッシュ入力により機能を変えることができます。これスマッシュ内版。March 18th to 22nd. 18th to 22nd, my guess.最大の特徴は剣を投げた後にホムラ本体を操作できること。剣がないため攻撃はできませんが、歩行や走行、I can see myself playing Pyra the entire time, to be honest with you. 剣を受け取るときに隙ができるのでご注意。復帰措置を遮るのにも使えますが、気をつけて。剣を投げているので、戻ることはできません。空中ジャンプと空中回避で崖が届くときのみ使ってください。一応反射もできます。光の横必殺技、フォトンエッジ、ワープしながら無数の斬撃を繰り出します。スマブラ版はワープしながら突進することができます。性質はセフィロスの発動力にも似ていますが、移動は横方向だけです。ホムラと異なりスマッシュ入力などもありません。Very similar to some other characters, which is what they do for the DLC. 頼りになります。反面隙はでかいのでご注意。復帰にも使えます。仮にホムラでやられても変身してすぐに使えばいいでしょう。攻撃範囲が広いですが、対処策としては素直に飛び道具で迎撃するか、so, I can see switching, 素直にシールドして攻撃後を狙うのがいいです。 Starting off with Mithra, getting some quick damage in, switching to Pyra to do the KO finish, and then switching back to Mithra if you're off ledge for recovery options. That's what I'm seeing this as. ホムラの上必殺技、プロミネンスリボルフ、大きな火柱を上げる技です。スマブラ版はジャンプして着地時大きな火柱を上げます。 So that's kind of like the Mii Sword Fighters 1 recovery, right? 吹っ飛ばす威力がだいぶ高いので撃墜に使うことだってできます。 Of
Of course. 出だし際に切り上げがあり、それはスマッシュ攻撃よりも早く出るので、確実に当てられるなら攻撃としても有効ですね。What the fuck? もちろんコンボを狙うのもあります。なお、わずかに前後移動できます。光の上必殺技パニッシュメントレイ、ジャンプの砲弾を放つ技。スマブラ版は切り上げ上昇後地面に対して砲弾を射撃します。So hers is like Incineroar's diagonal dive down. 実はもう一種類あります。Wait, she has two? ボタンを押し続けるか連打するとレインボーダストになります。Oh, it does a multiple hit. レインボーダストは原作ゼノブレード2のダウンロードコンテンツ。黄金の国イーラにおいて登場した必殺技ですね。パニッシュメントレイは強い弾を一発、レインボーダストは扇状に弾を5発発射します。復帰阻止に使うならパニッシュメントレイの方が飛距離はあります。直接のダメージソースにするならレインボーダストの根元ヒットの方が上回るかも。より多くの弾を当てられる場合ですけどね。なお、それぞれ反射をすることができます。レインボーダストは跳ね返したそれぞれの弾が光方向に返ってきます。That's fair for balancing purposes. そして散々出ていますが、下必殺技はチェンジです。Yeah, I want to learn about the swap. 光チェンジ、ホムラチェンジと言います。高速切り替え可能です。変身時、わずかに無敵が発生するので、回避のように使えないこともないです。Oh, is there any punishment for doing that? ホムラと光で異なります。ホムラの切り札はバーニングソード。謎の着地。これをスマブラ流にするとこうなります。謎の着地も再現。That's cool. 続いて光の切り札はセイクリッドアロー。これがスマブラ版です。簡単に分別すればバーニングソードは撃墜重視、セイクリッドアローはダメージ重視です。まず最初の斬撃で相手をそれぞれ3人まで巻き込みます。レックスが発動していますね。最初の斬撃に当たらずとも発動できればそれぞれ第三者を巻き込むことができます。セークリッドアローは各弾で判定を持っているので体の大きさや当たりどころによってダメージが変わります。まあ、撃墜したい場合はホムラ、ダメージを与えたい場合は光を使うというふうに覚えてください。 Yep, that's exactly what I was saying. ホムラと光の差はどちらが強いとかどちらを使うべきなのと論じても仕方がないですね。双方に異なる利点があっていつも両方使えるんだから選曲によって、どんどん切り替えて利点を見つける運用をすればいい。逆に欠点が引き立たないようにしましょう。まあスタンダードな使い方としてはThat's what I was saying. See, I have an IQ brain. Me and Sakurai are on the same page. 余裕でピンチの時には光で撹乱する方法。最初から最後までホムラを使ったり、光を使ったりで通す方法もあります。Nah, we gotta use both waifus. 概念のような運用になるのではという予想はあるのですが、それを上回っていろんなことをしてくれることに期待しています。March 18th or March 22nd? 私はどちらかというとホムラの方が好きかな。いきなりパイラ。ファイターの話ですよ。やっぱりホムラかな。いや、ファイターの話ですからね。レックスの登場についても触れておきます。As a fighter of horror. ホムラの光の応援にシパシパ登場します。ザクライ、マイマン。最後の切り札では発動時に上切り下切りの違いがあります。範囲はあまり変わりません。そして上アピール、レックスがやることは同じですがホムラと光が接する態度が少し違います。勝利画面でも登場します。ホムラと光で3つずつの勝利パターンに2つずつ出ています。ちなみにホムラと光は試合終了時の姿が勝利画面に判明されます。That makes sense. なお、
ファイターパスボル1を買うとレックスのミーファイターコスチュームがもらえますので、こちらも改めてお知らせしておきます。ファイターパス2ではなく1です。 Yeah, that comes with the first one. I have that one. ハービーコピーもコムラと光で異なります。使えるのはフレームの場と。That's cool. So they had to do two different hats for Kirby for this character. ところで、カービィのコピー能力のすべてがそうなんですけど、コピーするとその技はオリジナルより強くなります。蓄積ダメージに注目してください。コピーする手間や自分で選べない必殺技である分、攻撃力を上乗せしているわけです。広く知られていないのでプッシュしていました。Okay, so Sakurai is favoring his boy now. ちなみにコムラの場合、his son. 最大ためにもなると。47? Oh, Kirby's about to be the ultimate pyro counter. はい、今回は団体戦で行ってみようと思います。相手は参戦ムービーでホムラをいじめていた3人組。Three opponents. こっちも3人組ってことになりますけど、そんなことあるか。これはやっぱり。ホムラ光をプレゼンしないとしょうがないですからね。He's really saying, I am going to 1v3 these people. ちょっとあれですね。普通よりも必殺技多めでいってみましょう。ちゃんと振り向きをしてね。お、危ないよ、そんなことやってると。これっちゃうよ。実はね、コンピューターもちゃんと混乱するんですよ。I love Sakurai. He's so funny.このもういらん。と。嫌でしょ、こういうの。よしよし。おっと、いけねえ、ぶつかった。Oh no, it exploded. 殺技を見て。Fucking madman. もうこのままフィニッシュしちゃいたいな。こんなにダメージ与えると大変なんで。あいつに。Yeah, you're at 48. You got two more characters to go. Starting with Mithrage. See, that's what I'm gonna do. You got this, Sakurai. I believe in you. Oh, for a second I thought he got. That is a good edge guard ability. Yeah, you're gonna have to keep your distance. You got 100%, they're at 0, and it's a 0 Super Samus. Top tier stuff. どちらかというと光でダメージ重視にしたい。そりゃようこそですね。ようこそようこそ。How much is this gonna do percent wise? でも体細いしな。A decent amount. そんなに高いダメージにはならんかもしれませんが、こんなもんいらん。殺技。無駄に。He's got this. ボタン。そろそろやばいよ。こっちもあっちも。そりゃ来ないよね、来ないよね。これどう Stay away. よし、これで決まったら気持ちいいぞ。決まったらね。Yes, 今だ、うわー、今だ。おー、かわしてる。This is the best one he's done, the best demonstration of the character. Oh, nice. They were so far away from that, though. はい、無事に勝つことができました。ちなみに CP レベルは8ですね。Oh, okay. はい、お疲れ様でした。He's flexing a little bit. He's like level 8. 次に音楽です。サウンドはゼノブレードシリーズということになりますから、すでにガウル平原に実装されている音楽と合わせられます。
追加される楽曲はご覧の I don't know any of these songs, so this means nothing to me. ゼノブレード2の曲は That's a lot of songs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, so... Oh, it says at the bottom. Guys, I'm tired, remember. Been up all night. ガウルヘーゲンでは初代ゼノブレードの曲が、アルストの雲海ではゼノブレード2の曲が主体で、俺曲に設定されるようになりました。アップデートの際、俺曲セレクトの確率が変わっていることと思いますので、好きな曲を再調整していただければ幸いです。なお、勝利ファンファーレは戦闘曲から織り込んでいます。特典のスピリッツボードも入っています。You always had a spirit board with the DLC, so that makes sense. ハナジエース、メレフ、ジークのスピリッツは製品版に実装していました。ただし、BGM をゼノブレード2のものに置き換えたりしています。また、ハナジエースは実は召喚で得られるスピリットだったので、お題なかったんですね。それ、新たに戦えるようにしています。新たに足されたのは、シン、レツ、ラウラ、マルベーニーと誰か。このモザイクがかかっているのはプネウマです。原作の終盤に出てきます。Where's that pixel one at the end? 人も割と多いですから隠してみました。が、プネウマって大事なキャラなのに公式アートワークが存在しないみたいなんですよね。でも、このスピリッツにはなぜか絵があります。これは本作のために原作のキャラクターデザインを務められた斉藤正嗣さんが書き下ろし、モノリソフトさんが仕上げてくださっています。尊いっていうのはこういうことを言うんですかね。感謝しています。That's really cool. それと、レックスをレベル99にすると、マスタードライバー状態のレックスに超過できるようになります。これも終盤の展開を含むので、念のためにモザイクをかけておきましょうかね。Oh, here we go. DLC fighter costumes. I forgot all about this. This will deconfirm people. Please just don't be Sora or Crash. My heart would break. I just made a video to last night. Monster Hunter. Oh, did I see Doom Guy too?Okay, no, that's another. The sword looked like a Doom guy's sword. Is that it? Ghosts and Goblins. That's a classic.Oh, that's all of them? That's not so bad then. Sorry, Monster Hunter fans, but I told you. They don't want the hunters, they just want the monsters to be the highlights. なぜかここに来て、カプコンさんゆかりのものが増えましたが、yeah, これはモンスターハンターライズの発売が近いからですね。It is a promotional thing. ゲームでディオレウスとも戦わすことができます。魔界村の新作も出るそうで、びっくりです。Oh. そして肝心の配信日についてです。March 18th or March 22nd? 3月5日に配信予定です。ファイターパスボル2があれば、Wait, そのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。はい、最後に余談です。すでに参戦ムービーが公開されていますよね。It's on March 4th. Today is March 4th. I'm so confused. 今回の参戦ムービーはスマブラ4から始まっている。Hold on. 今までの参戦ムービーとは全く異なるところがあります。それは何でしょう？実は唯一私が考えていないムービーなんですね。Oh. 参戦ムービーはいつも私が台本を書くところからスタートします。それを土台に CG 会社さんやアニメ会社さんと組んで作ることが多いのですが、今回の CG パートは最初の構成からモノリスソフトさんに一任しています。Wow.
He's giving his baby away to some other people. その実機ムービーの質素量、そして完成度に驚きました。そしてモノリスソフトさんに委ねるのが何よりであろうと考えたわけです。Very cool. おかげで原作のリソースも豊富で、原作とのつながりも深く。Yeah, it made it, when you started this trailer, you, it made it seem like it was Xenoblade. もちろん、CG に対していくばくかの監修は行っていますが、いつもよりずっとソフトです。Yo, those fighter figures. ゲームパート制作はいつものようにスマブラ開発チームで、ゲームパートのセリフは私が考えています。最後の効果音付けまで監修するので、CG パート以外の制作は変わらないですけどね。ファンに喜ばしいものになっていただければ幸いです。I mean, I enjoyed it, and I'm not even a fan of Xenoblade. I never played it. 華々しくて良いと思っています。それと今回、手前にフィギュアがあります。Yeah, I did notice this figure in front of you. もちろんアミーボじゃなくてですね、市販のものですけれども、非常によくできていますよね。Oh, those look good. 私は参戦ファイターが決まると、こういった立体物を買い求め、モデル班に渡して制作の参考にしてもらったりします。Yep. 立体物は必ずしも全設定通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。足の裏とか。オフィスの私の席には多くのフィギュアを置いているところがあります。未発表のファイターのフィギュアは念のために、鍵付きの棚に隠していたりもしましたが、See, a lot of them already planned. 今はオフィスには買えない状況ですね。けれど、頑張っていきたいと思います。そしていよいよスマブラスペシャルのダウンロードコンテンツもあと2体です。こういう何々の使い方を放送する機会もあと2回しかないです。次回をお楽しみに。Unless there's a Fed Mass Volume 3。次こそは、スタジオの撮影ができるようになってるといいですね。それでは次回お会いしましょう。さよなら。Bye, Sakurai. Wait, so is the release date today?Did I see that wrong? It's going to show us again, right? Yeah, no Steve Amiibo. I'm sorry. Okay, so I'm going to wrap up stream. I want to let you guys know what I think real quick, and then I'm going to head off to bed.All right, so this is a really good presentation. Obviously, the first part, I had no idea what was going on because I'd never played Xenoblade 1 or 2, which is fine. But the character seems really cool. I think there's going to be a lot of fun technical things. We're going to see a lot of cool strategies and stuff like that. I like how I said Mithra would be going in, rushing in, doing the damage, and then switching the Pyra to KO. And then Sakurai said that later. I think that's really cool. Yeah, it just looks like a really fun character. I can't wait to try them out. And yeah, that's really all I have to say. Are they broken? Probably. Like he said, they're still even fixing some of the balances and stuff like that. But we'll just have to see. I'm sure people are going to come up with some crazy stuff. Do I think they're going to be the top 10? No, I think that's still going to be like Pikachu and those characters. Mainly because Pyra's slow.It seems like she does have a lot of vulnerability after her attacks. So they're probably going to be high tier or high mid tier. But that's just my assumption for now. We can't know until the character's out, until they've been labbed and tested. But yeah, thank you all who watched the stream. And if you're watching this later after the stream's over, don't forget to subscribe if you haven't already. And I'm sorry I sound weird and I don't have a lot of energy. Like I said...I've been tired, my throat's been hurting, I have an ulcer on my tongue, so a lot of things not going right now, but hopefully that'll all be taken care of soon. So yeah, I hope you all have a smash-tastic rest of your day, and Pyra's coming out soon, baby. Let's go. See ya.